ボンジョルナ・ドゥッティ、イタリアガイド、ミメです。本日はこちら、フィレンツェ郊外にあるあの有名ブランド、ブラダの工場に隣り合わせた、まさに工場直売アウトレット、スペースというところに来ています。実はですね、本日はこのイタリアの超人気ブランド、プラダのオンリーのアウトレットへと皆様をご紹介したいと思います。なぜかというと、よくお客様から質問があるんです。このザモールというですね、私の数ヶ月前に出したアウトレットと、そこにはねプラダ入ってるんですけども、ともう一つモンテバルキ、こちら工場併設のアウトレットと、どっちの方がいいですかという質問があるんですよね。もちろんね、プラダ好きの方にはやはり一度は見てみたいと思うこの工場なので、ぜひこの2つの動画を見比べていただいて、本当にここまで来る価値があるのかどうかをこの動画で判断していただければと思います。さて、本日の目次ですが、まずはこちらザ・スペースモンテバルキにあるアウトレットね、なんと工場直売という感じですので、どれぐらい安いのか、また見目爆買いしそうな雰囲気バリバリでございますが、私と一緒にショッピングをしてみましょう。そして本日この動画の最後には、私個人的にイタリアガイド見目からして、ここまで来る価値があるのかどうかというのを皆様に告白したいと思いますので、ぜひ本日この動画最後までご覧くださいませ。私イタリアガイドミメの動画では、このようなイタリアの便利な情報、生情報、そして週1回の生ライブを配信しております。まだチャンネル登録していないという皆様は、ぜひチャンネル登録といいねをお待ちしております。また概要欄からは、私イタリアガイドミメが運営いたしますイタリア観光プライベート完全個人ガイドサービス、またイタリア語プライベートオンラインレッスン、イタリア語アカデミーなどを運営しております。気になるという方はぜひ概要欄チェックしてみてくださいね。そしてイタリア旅行 200% 満喫できる無料資料というのも配布しておりますので、ぜひそちらも概要欄からチェックしてみてください。それではいよいよこちらプラダのアウトレットへと行ってみましょう。やってまいりました。フィレンツェの郊外約39キロほど南に来たところにある、ここかの有名なプラダの工場に併設されたスペースアウトレット、プラダアウトレットとは書いてないんですよね。なんとここはすごい田園地帯に囲まれておりまして、でも今日もすごいたくさんのお客さんの車が来ておりました。さて中へと入ってみたいと思います。ちなみによく質問があるんですが、フィレンツェからバスで行けますか。行けません。見てください、なんとレバーネってところから1日に何本しかない。なのでよく皆様モンテバルキという駅からタクシーで来るんですが、これ待っててもらわなきゃいけなかったりするので、自家用車、要はレンタカーを借りて来るか、またはハイヤーに頼んだ方がベストです。で、門を入るとまずはスペースカフェというのがありますが、入り口はあちらになります。私も昔ですね、過去動画でもちょっと紹介したの覚えていますが、その時はまだパンデミックもなかったので行列をしていましたが、ここはこのように番号があって、もし混んでいる場合とか待つこともあります。入ってみましょう。ここはですね、必ず書いてあるんですけれども、入る前にこのチケットを押して、ここでチケットを取ってから、この番号があなたの番になったら入れますよと。私これ入れるのかな、ちょっと入ってみますね。さてプラダの店内に入ってきました。やはりいつも私が行くのがこのシューズのところなんです。今日は平日ということでむちゃくちゃ空いていますね。見てください、まずはミュウミュウの素敵なサンダル。例えばこれ、ア
ウトレットプライスで405で、一切もちろんここから値引きはありませんよね。でこちら特にニューアライバルと書いてあるので、新しく来たやつなんて結構高い。あ、でも370素敵ですね。でもちろんミュウミュウのだけでなく、このプラダのカバンですとかスニーカー、こういったちょっとシンプルなもので350とかあるんです。ただですね、皆様にぜひおすすめしたいのが、こういった店内でも絶対スペシャルプライスというところがあるので、そこを狙います。あそこです。さて、このプラダのブーツ、ちょっとね、私38なんですけど、37.5、最後のサイズでスペシャルプライスということなんですが、いかがでしょうか。ちょっと秋口にいいなと思って、こういうショートブーツね、履きやすいですよね。店内をずっと見ていると、実はここにスペシャルプライスの棚がありました。さて、どれぐらいスペシャルプライスなんでしょうか。かわいいこのキラキラのミュウミュウ、じゃん、295が236、 20% オフになっています。まあ、でも 20% オフぐらいだったら、そんなにすごい安いっていうわけではないですよね。ちょっとゴージャスなこのプラダ、これも素敵。これも 30% オフ、430が301ユーロ。ところがですね、これはサイズが結構ないので、これも 30% オフ、405が284とかです。ちょっと履いてみよう。とスポーティーなものに来るとですね、結構カーシューっていうところもプラダのこの工場で作ってるんですって。見つけちゃいました。これかわいいミュウミュウのちょっとエスパドリアス風なんですが、じゃん、お値段260から約 43% オフ、たった150なんですよね。これかわいい。サイズがただちょっとちっちゃいので聞いてみます、サイズあるか。だってミュウミュウのこのかわいいサンダル 30% オフで259ユーロ、すっごい履きやすいです。かわいい、今日の格好に合いますかね。かわいい、このエスパドリリアスのプラダのキラキラ見つけたんです。なんと 30% 500が350、それでもちょっと高いかな。スニーカーですとかもたくさんあります。なんと一番安いので見つけたのが、実はこれ私も持ってるんですが、2年前に買ったのかな。385がたったの120ユーロですよ。これ私が買った時倍ぐらいした。これは買いですね、サイズがあれば。すごいシンプルなプラダの真っ白なスニーカーですが、450がなんと 40% オフ、270です。かっこいい。こういったかわいいプラダのミュウミュウのパンプスがありますが、じゃん、超かわいい。これプラダのお値段330が 30% オフで231。ちょっと履いてみます。ちょっとねサイズちっちゃいんですけど、かわいい。ちょうどぴったりじゃないんですけど、でもなんか36のものかな、ぴったり。買っちゃおうかな。これこちらが一番奥の洋服部門になります。洋服ではなく、もう夏なんですけど、秋なのでこういったダウンとかもあります。さて、お値段、こういったファーがついてですね、プラダのはこれが790ユーロですね。こういったちょっとプラダの紺の黒なのかな、これベスト、これだと570です。早速ですが、このベスト着てみました。すごいかっこいい。ちょっと秋にぴったりだと思いませんか。ちょっとね、黒っていうのがあんまり、白とかがいいなと思ったんですが、やっぱり黒しかないみたいです。もちろん奇抜すぎだと言われると思いますが、このパッケーウィンドブレーカー、こちらでお値段はじゃじゃん、450ユーロ。いやー、これだったらさっきのなんかベストの方がいいかな。
レディースのコーナーなんですけれども、今店員さんから聞いたのが、なんとこの赤いシールがついていると、さらにこの価格から 20% オフということで、例えばこの素敵なベージュのスカート360ユーロ、すでに 20% オフになっているから、さらにここから 20% オフですって。すごい、見てみよう。見てください、このプラナの素敵なスカート 20% オフということなんですけど、見てください、じゃん、もともとが1050ユーロもするので、これでも10万する、高すぎ。洋服のところでもスペシャルプライスコーナーを見つけたので、ワクワクと思ったんですが、このひらひらのワンピースで元が950、さらに665、そこから 20% オフ、それでもちょっと高いよなっていう、誰が着るんじゃこれっていう感じの。こちらも775なんですよ、もともと1550、キラキラですよね。なのでちょっとなんかもうちょっといいのないのかなと思ったんですが、ちょっとね、洋服は高い、990から 20% オフでしょう。ちょっとこれ着れないなっていう服が多いですね。で、憧れのミュウミュウプラダのカバンコーナーです。なんかこれすっごいちょっとおばさん臭いですが、一体こういったちょっとショッピングバッグでいくら？じゃじゃん、750ですね。柔らかいんですけど、ちょっと形はいまいちかなという感じです。これが可愛いなと思ったのがありました。アウトレットのプライスで1188、高、全然安くなってないですね。こちらミュウミュウのコーナーで、じゃん、スペシャルプライスという棚を見つけるべしと言っても、例えばこちらでお値段がアウトレットプライス870だったのが 30% オフ609、このバンブータイプがお値段がどっかに書いてあるか、じゃん、これも870が609ユーロということですが、これで609ユーロ、ちょっとやっぱり高いかな。可愛いのを見つけました。これスペシャルプライスですよ。見てください。じゃん。900ユーロがなんと 40% オフの540。これはちょっと可愛いな。私好きなキラキラです。皆さん派手すぎと言われると思いますが、この金のミュウミュウカバン、なんとこれ 50% オフでした。もともと1260ユーロが630、でもやっぱりちょっと高いかな。さて、ミュウミュウのお財布コーナーにやってきました。結構このぼってりとした感じで、じゃん、300ユーロ、こうしますね。こういう感じです。あとはこういうオーソドックスなお財布、長財布、今最近使う人いないんですけれどもね、360という感じです。ちょっとそんなに安くはなってないかな。皆さん、ミュウミュウのこの帽子で200、ちょっと私頭がでかいからきついかな。意外とお土産にこういうベルトとかいいかなと思ったんですけど、実はね、ここら辺はそんなに、ね、安くなってないんですよ。239、このプラダのかっこいい赤いベルト、ところがありました。ちょっとセールになってるこのミュウミュウのちょっとメッシュタイプで、なんともともと310だったのが155ユーロです。あとね、本なんですけど、ここにミュウミュウって入ったこの細いベルトがたったの70ユーロでしょ。これでちょっと色がねいまいちですけど、これ安い、ミュウミュウベルト
このミュウミュウのバックルベルト、すごい柔らかいスウェードでできたやつが、なんと皆様お値段 50% オフでした。260が131。かっこいい。あんまり私ベルトってしないんですけど、こういうのかっこよくないですか。なんと385が193。すごい。これ一生もので使えそう。今度はプラダの小物編です。なんかね、ここにサンプルって書いてあるので、これ一体何だろうと思ったんですけど、高いですね。これでもね、405とか、ここら辺の赤いプラダのお財布がじゃん、333という感じです。ここら辺は安くはなっていないかなという感じ。このお財布とかね、すっごい素敵なんですけどね、ちょっとこう一時のヴィトンのレピーみたいな感じですよね。これで350か。昔なんか100ユーロぐらいでプラダのやつ買った気がする。この名刺入れでも240もしますよ。全然スカウントになってない。ここら辺に置いてあるのでちょっと安くなってるのかなと思ったら、全然安くはなっていません。これで330ですね。でここら辺ちょっとお土産にいいんじゃないかなと思ったんですけど、じゃん、270もするキーホルダーとか、結構そんなに安くはなってないですね。このプラダのパラシュート的スタイルのやつ、これね、お土産によく買ってたんですが、これで270。昔私こういったポーチ80とかで買ったのが、皆さん180とかになってる。昔買っといてよかったっていう感じがしますね。ちょっと高いね。ここら辺だって270でしょ。これでインフラですね。でも超かっこよくない、このプラダのリュック、値段見て超びっくりしましたが、なんとこれで800ユーロ。800ユーロに見えない。昔からあるこのプラダのパラシュート的スタイルですね。これで720で、こちらで820。さっきのリュックよりもまだこっちの方が可愛いと思いますが、やっぱりお値段高いですね。いかがでしょうか、このプラダの素敵なバッグ。これで皆様お値段は1220と書いてあります。かっこいいけどね。プラダのメンズのシューズコーナーにやってきました。こちらニューアライバルズのプラダのこういったもので395。全く安くはなっていないので、このまま奥の方に行ってみましょう。すごいな、プラダと書いてあるので420ユーロ、白と黒があります。やってきました。大体ですね、こういった奥の方に来るとじゃじゃん、スペシャルプライスコーナー。こちらメンズです。かっこいい。これこちらのスニーカーじゃん、10% オフか。でも190が171。多分でかくサイズしかないんでしょうね。と汚れそうですが、かっこいい。このショートブーツ、なんと385が270ユーロだったりします。こうですね、こういったがっちりとしたダブルモンクのプラダとかありますが、お値段は420から 20% オフ336ユーロだったりします。こういったちょっとローファータイプも450が315ユーロ。これも素敵ですね。ちょっと派手だけどね。これ410が328とかありますね。ナロッサっていう海のね、競技に参加してるんですけど、見てください。これお土産に良くないですか。30ユーロですね。全部黒とかも。見てください、プラダの海パン見つけました。プラダの海パンで140ユーロです。こちらだと100ユーロ。あんまりなんかプラダのっていう感じがしないですけどね。ちょっとかっこいい、このプラダのパーカー。パーカーでなんと350ユーロもするし、
このカラフルなね T シャツだけで290しますよ。これいかがでしたでしょうか。このプラダのアウトレット、実際にですねビデオを撮ってても思ったんですけれども、意外とちょっと昔より品揃いも少なくなってるし、また価格も結構 2,3 倍してるということで、私自身ちょっと驚いたところがありますということで、本日ですね個人的なもう感想も言ってしまいましたが、ザモールとこのモンテバルキね、どっちに行ったらミミさんいいんですかねっていう質問がよくあるので、もう答えちゃいます。ここに来るんだったらもうちょっと近いザモールで、プラダもあるしグッチもあるし、もう他にもたくさんブランドがあっているので、そちらに行った方が私的にはいいと思います。なぜかというと、まず1、フィレンツェからザモールに行く方が高速道路の出入り口1個少ないので、ちょっと時間が短縮できる。昔はですねもっと靴の種類も多かったし、あと値引きの種類もザモールのプラダができたっての頃はこっちの方が値引きの種類も多かったんですね。ところが今日見て結構残念だなと思ったのが、やっぱり靴もねサイズ全然ないし、値引き率もいまいち良くないし、もうなんかカバンとか洋服とかも手に負えないぐらいの高さ、まあ、もちろんねそれだけ余裕がある方にとっては安いと思うんですが、ちょっと過去の値段を知ってしまっている私としてはがっくりしてしまったというのが本音でございます。もちろんねプラダ好きの方は2つ来て見比べるという手もありますので、どうせね高速道路1個しか出入り口変わりませんので、それは皆様の判断にお任せいたしますが、個人的にはもうこちらには来ないかな、もうザモールで済ましちゃおうかなという気持ちになりました。ということで本日も皆様私の動画最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画は爆買いするぞと、今日はちょっとストレス溜まってしまいました。それでは次の動画でお会いしましょう。アリベデーチ、アラプロシマ、チャオチャオ。